第一次長期滞在は国際宇宙ステーションへの1回目の長期滞在ミッションである。ISS は2000年11月2日に最初の住人となる宇宙飛行士を迎えた。第一次長期滞在の3人の乗組員は2000年10月31日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からソユーズ TM-31 で無事打ち上げられた。ISS への4ヶ月に及ぶ滞在は公式には2001年3月18日に終了した。第一次長期滞在の乗組員は2001年3月21日に STS-102 で地球に帰還した。ミールから国際宇宙ステーションへの滞在宇宙ステーション変更でもある。複数の国出身の3人の宇宙飛行士は4ヶ月以上にわたって ISS に滞在した。乗組員は機長でアメリカ人のウィリアム・シェパード、ソユーズ機長でロシア人のユーリー・ギジェンコ、フライトエンジニアでロシア人のセルゲイ・クリカレフの3人で構成されていた。3人は協力してデスティニー等の新しいモジュールを ISS に取り付ける等の組み立て作業を行った。また科学実験も行われた。3人の乗組員は STS-102 が終了した3月にスペースシャトルディスカバリーに乗って地球に帰還した。STS-102 では新しい長期滞在員が ISS を訪れ科学実験が始められた。4ヶ月の滞在中にシェパード、ギジェンコ、クリカレフはスペースシャトルで ISS の電力供給を増大させる太陽電池デスティニーの最初の実験器具等を運んできた3人の来客を ISS に迎えた。またその他にロシア側のポートに自動的にドッキングする無人のプログレス補給船を2度迎えた。搭乗して最初の週に乗組員は生命維持装置を起動し ISS 完成前に過去2年間のスペースシャトルの乗組員が残していった、ステーションの構成要素、衣服、ノートパソコン、オフィス器具、ケーブル等を開封した。彼らの新しい家に引っ越してくることによって、シェパード、ギジェンコ、クリカレフは、今後少なくとも15年にわたって人類が継続的に宇宙空間に滞在する第一歩となった。第一次長期滞在のミッションは、ユーリ・ガガーリンが1961年に人類で初めて宇宙飛行を行ったのと同じバイコヌール宇宙基地の発射パッドから打ち上げられた。310トンの3段式ソユーズ U ロケットが打ち上げの10分後に乗組員を予備軌道まで運び、その後はギジェンコが手動でランデブーを行って11月2日4時21分にズベズダモジュールのアフトポートにドッキングを行った。ドッキングの90分後には、シェパードがズベズダへのハッチを上げ、乗組員は初めて ISS に乗り込んだ。最初の仕事は、ズベズダの調理室にある保温機の起動、寝床の整備、ヒューストン及び、モスクワの管制塔との通信の確認等であった。乗組員は、ズベズダとザーリャにあるロシア製の通信装置及び、ユニティのアメリカ製通信装置を用いて、両方の管制塔と通信を行った。彼らは ISS にアマチュア無線の装置も取り付け、多くの学校と通信を行った。ありがとうございます。